はい、マッシブ動画第5弾になります。まあいろいろと説明してきたんですけども、今回はちょっとおまけ的な感じでこうミディコントローラーとの連携をやってみたいと思います。まずマッシブにはここの右下にマクロコントロールっていうものがついていますね。これは何かっていうと、前回説明したこうエンベロープをですね、ここでもコントロールできるよと。例えばこうじゃあ1番のつまみにカットオフを入れて、まあこれ動く範囲、これは大丈夫ですね。で弾いてみようと、このコントロールで今この1番が変化してるよと。で前回すいません伝え忘れたんですけども、同じもの、同じエンベロープも複数のところにかけることができるんですね。なので例えばこれピッチにかけようと、かけますね。そうするとカットオフも動かせるし、ピッチも同時にこれで変化していきます。2番とかモジュレーション入ってるんで分かりづらいサウンドになってるんですけども、これをこうやれば分かりやすいですかね。だけどこういうのを入れておくだけでもこういう面白いサウンド作れたりとかするんですね。今1番だけしか変わってないっていう状態になってます。でプラスじゃあ1番でここも動かせるようにしとこうとか、その範囲を決める。そうするとさらにコントロールが豊富になるといった感じですね。で2番には何、3番には何って8個まで決められると。これを手持ちの右利きで連動させてあげることもできて、右クリックをしてですね、ここにミディラーンっていうのがあるんですね。これを押してあげて、あとはコントロール、ミディコントローラーの割り当てたいつまみを動かすだけで、こんな感じで割り当てが可能になると。あとは弾いて、こういうこともできると。じゃあこれ、元々の趣旨のベースに戻りましょうか。ベースも、こういう風に動かせたりとかしますよね。あと前説明したこれを例えば7にして、みたいなものを作りたいとしましょう。これを曲の中で再現したいっていう時もできますよね。2番空いてるから2番のコントロールをかけてあげる。ここでまあどのぐらいの範囲をこう2番でコントロールするのと。で、右クリックのミディランをして、割り当てたいつまみをいじる。あとは演奏しながら、こういうこともできちゃうわけですよ。まあかなり幅が広がるかなと思います。LFO の速さでもいいわけですね。例えば LFO をピッチにかけると。そして、どのぐらい LFO が動くのか。こうなってますね。これをね、真空を切って、この冷凍を例えば4番のつまみに割り当てようと。あとはどのぐらいの幅で動くのかっていうのを決めてあげて、4番を右クリックで右ランにする。つまみを動かす。これで動きますね。これを曲の中で行えるといった感じ。マッシブを今までこう見てきていただいてですね、まあ僕すごいやっぱ好きなシンセで、すごい直感的なところがたくさんあって、音も作りやすいです。で、まずですね、一つのシンセをたくさん使うっていうのが、まあシンセを覚えるの上ですごい大事な気がしていて、シンセを一つ基準を作ってしまって、他のシンセを試して、あ、これはここは違うなとか、あ、この機能はこっちを使った方が有利だなとか、いろいろと見つけることができるんで、まずは聞いたシンセをですね、一個使い続けていただけたらと。で、ここに出てきた用語、エンベロープとか、LFO、ピッチ、オシレーターなどは、フィルター。もう全部、シンセで共通なので、ここだけ覚えておくだけでもですね、考えて、音作りができるようになるんじゃないかなと思います。はい。そんな感じで、マッシブの解説、第5回目、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。